おはようございます。こんにちは、かぶくんです。今日もやっていきますが、まずですね、速報の方からお伝えしますね。うん。ピリアカイの速報ですよ、えー。マイク・バーキキャさんから50分前に入ったコメントです。えっと、かぶくん、伝統失礼します。スケレンから強化選手と更新がされました。はい、更新です。えー、特別強化は男子、えー、ショウマくん、幸四郎くん、 友野くん、ゆうまくん、そうたくん、かおくん、しゅんくん、よしのかくん、女子はかおちゃん、まいちゃん、まおちゃん、りんかちゃん、はなちゃん、あみちゃん、えー、もねちゃん、ペアがりくりゅう、強化うか A、男子、もりぐちくん、かたえせくん、ささきくん、えい、ー、女子がゆなちゃん、えー、いくらちゃん、アイスダンスがここ組、強化選手 B がつぼいくん、中村くん、 三宅くん、中田くん、柿内くん、首藤くん、えー、た、田内くんですね。で、都が、えナ、ー、まなちゃん、あゆみちゃん、りかちゃん、奥野ゆりなちゃん、えー、高木ようちゃん、えー、村上春菜ちゃん、ホームページのトップページは、リクルうです。えー、若葉ちゃん、リボンちゃん、松池りのちゃんが入ってない。うん。ということみたいですよ。うん。はい、ありがとうございます。えー、ということなんで、 ということらしいですね。うん。更新されましたということですね。えー、確かに、若葉ちゃん、リオンちゃん、松幸さんは入ってないんでしょうかね。うん。ありがとうございます。では、このまま行きましょう。え美、ー、熊崎さん、よろしくお願いします。かぶくん、こんにちは。えー、昨日のドリームオンワイス、2回目行ってきました。えー、お席はアリーナ2列目。会場スタッフさんに案内をしていただいたら、なんと、 中央寄りの席、えー、でびっくり、えー。オープニングフィニッシュは、シュン君がすぐそこにいて興奮してしまいました。うん。えー、選手の皆さんの個人プロも、えー、2回とは見え方が全然違って、1回見よりも感動しました。えー、先日 全選手の感想をさらっと書いたんで、今日はピンポイントで書きます。まずは、やっぱりしゅんくんですが、宮本賢治さんの振り付けがすごくかっこよくて、踊るしゅんくん素敵でした。上半身の動きが洗練され、首の動きのせいか、ちょっと色気もただりわせていました。うん。えー、さっきとは違う大人なしゅんくんです。アイスエクスプロージョン出演の成果が、えー、出ていると感じました。 気象は真っ赤なシャツとかの方がより情熱的でいいのではと思いますが、え滑り込んで磨かれていくのが楽しみです。く君、ラテンプロ、いいと思います。目指せ、高橋大輔路線です。うん。まだまだ先は長いですが。 あと、素敵だったのは、ソうたくんです。曲は、エクソジェネシス公共曲で、えー、こちらも宮本賢治さんの振り付け。そうたくんの透明感のある美しいスケーティングに合っていて、今まで一番のプログラムだと思います。自信を持って演技していて、オーラが出てきたなと感じました。今回の、ショーで一番良かったのではと思うくらい素敵な演技でした。なるほど。うん。えー、最近、ソうたくんがすごいですよね。 あの、人気というか出てきたりとかして。うん。その後、演技した舞ちゃんは、演技しながら客席全方向に目線を送るというすごい技。うん、え。ー セリヌ・ディオンの曲がすごく合っていて、爽やかな風のようで、ソータくんとマイちゃんの演技で、えー、会場が増浄化されるような感じでした。えー、凄みを感じたのは、島田真央ちゃんで、えー、中学生とは思えない貫禄を感じました。えー、シーズン始めなのに、のにもう出来上がっている滑りでした。うん、えー。そして、昨日の鳥は世界王者の香おりちゃんで、スピードと迫力を堪能。 させていただきました。でも、柔らかい演技も素敵で、ブルーの衣装が似合ってました。そうそう、前にも書き忘れてました。あ、一人書き忘れてました。吉田花ちゃんです。ラテン系の曲で、スピード感があってよかったです。さっきより上手くなったなぁと思いました。うん。まとめ、どの選手も今季の試合で見るのが楽しみです。ありがとうございます。えー、ということですよ。うん。シュンくん、あのー、色気が出てきたということなんですね。そして、 そうたくんね。うん。エクソ、クソデクネシス交響力ということで。うん。で、モーちゃんについては、大人さが大人っぽくなったということなんですよね。身長も伸びてるということなんで。で、マイちゃんも透き通るような、えー、美しい楽しみですね。うん。あの、ツイッターの方で、坂本さんの動画少し見ちゃいましたね。うん。ただですね、ジミー・デイさん、よろしくお願いします。こんばんは。 録画より先に坂本香里選手とのシンフリー、YouTube で見ちゃった。これ YouTube でやってるんですね。ちょっと見てみます。ファンの人がすごいドキモを抜いてやっただけだけど、うん。本当にやばかった。うん。えー、大人の迫力のあるジャズ。さすが世界女王の滑り。ジャズなんですね。えー、スタート男子が納得のいく演技がしたいと、えー、口だけではなく、次のオリンピックを目指している姿、えー、決意が感じられました。 うん。えー、切れがありますよね。今から苦痛でしかないのに彼女は強いね。誰がおごることなく、あ、ことなくですね。うん。自分で地に足がついている。あのー、えー、風格が今までと違いました。さすがです。これは日本一、世界一の宇野選手も楽しみになってきましたよ、ね。あの、ね、体がね、切れてましたね。随分と。 あの、表情も、あの、ちょっと髪型も雰囲気変えてまして、かなり雰囲気変えてて、これは、あの、なんていうのかな、まあ、モチベーションの高めたりとかしたりで、ね、うん。また違う私を見てほしいっていうのも感じました。で、曲、昨日見もしたんですけど、えー、坂本さん、これ、ワイルド・イズ・ザ・ウィンドっていう曲なのかなウィルド・イズ・ザ・ウィンドかなフリーかなねえ。そうですよね。雰囲気変えてましたね。うん。ちょっとびっくりです。うん。 はい、えー。皆さんよろしくお願いします。えー、こんばんは、ミなです。今度は、ビヨンド香水ナンバー2のご紹介も、えー、こちらはズバリ、フローラルスパイシー、トップはラベンダー、オレンジ、ベルガモットミド緑はジャスミン、ライラック、バニラ、フリージア、えー、ネロリ、ラストはセダーウッド、えー、ムスクアンバー、ブラックペッパー、えー、ビヨンドスケーターで滑る幻想即興曲です。愛をテーマに滑っている気品あふれるこの曲を表現、儚く美しく、しかし、 えー、どこか力強い、えー。そんなイメージからナンバー2が発売されましたよ。なかなかどれも良くて、確か歌でも香水、紅白でも歌われ、懐かしいような、えー、ドルチェガッバー、ガバ、ガッバーが。 皆さん持っている方多かったな私はインカントや違うのが好きでしたが、えー、穴なんとかや、などいろいろあり、えー、毎年、え、限定が発売されたり、ボトルが可愛いからあ、余ったらインテリアにもなり楽しいですよね。よくデパートに行くと香りをどうぞとお姉さんがよくくれますよね。えー、狙われていたのか、あ、狙われていたのかよくもらえました。そんな女性ならではのグッズも、ビヨンドでは発売され楽しいですよ。お知らせまで。はい。 ちょっと僕はあま詳しくないんですが、そういうことらしいですよ。あの、香水の件ね。あの、えー、ビヨンドは良い代わりをするショーという件ですよ。うん。おはりこさん、よろしくお願いします。えー、かばさん、こんばんは。港未アクルスハイ女子シニアは、私の推しの松ゆ選手が逆転優勝でした。おめでとうございます。フリー点灯はありましたが、125.71、総合183.16点で、2位は山下真子選手で、 3位が川辺真奈選手でした。3位でした。うん。名古屋女子は同級生ライバル、えー、川辺 VS 松井家な感じですが、実際は仲良しですよ。昨シーズン後半から調子が良い復活山下選手も絡んできましたね。えー、プログラムは松井家選手が単語で、あ、松井さん単語ですよ。確か、えー村上かな子ちゃんが、以前使ってた曲。あなるほど。えー、黒い衣装で大人っぽくなってきました。えーー、あのー、 河辺選手のフリーはなんとボレドでした。うん。え河辺さんボレド面白そう。河辺選手も衣装は黒で、色かぶり。すごくシンプルなんだけど、カッティングはセクシーで斬新な要演。昨シーズンもと思いましたが、浜田コーチから樋口コーチに移籍してコーチを変えると、変えるとこんなにもイメージが変わるのかと興味深いです。樋口コーチのところの選手は大人っぽいイメージの選手が多い印象。うん。 ノービス A の選手も大人っぽい衣装でした。うんあり。ありがとうございます。そういうことらしいですよ。ちょっとびっくり。あの、河辺選手、ボレドですごいびっくりした。あの、どんな感じなんだすごく楽しみですね。え、めちゃくちゃ楽しみです。で、村上選手が以前使ったっていうことは、これはディアプロロトの次のシーズンでしょうかね。ってことは、白い衣装だったときかな、村上さんが。これはまだ、あの、新内に転向してすぐそ、すぐの、えー、ショートだ でしたっ確か。ただすると、結構あれですね、うんどんな感じなんだろう。松井さん、えー、逆転優勝らしいですね。うん、125.71なんだとああ、結構出ましたね。ってことは、ショートはちょっとミスがあったけど、やっぱ蹴りは今年はあるのかな。うんでも山下選手も決して悪くない感じですかね。うん、いや、これはちょっと楽しみですよ、本当に。うん おはりこさん、かぶさん、またまたコメントです。えー、こちらは私の港、えー、アクルス杯の感想。今日の、えー、会場は、えー、常設リンクだったから客が、ま、着席は狭かったせいもあり、結構人は入ってました。うん、なるほど。で、普通に安藤美紀さんとか、本郷理香さんとか、横井与花さんが、ましって見てる。なるほど。普通に座っていますが、さすがに華やかで目立ちます。すごい濃いですね。あの、 このメンバー小すりでしょっていう感じですね。うん。ノービース男子、女子からのジュリア女子が終わったあたりから、え試合が終わった選手たちで客席が埋まり、ああ、よくありますよね。うん。あの、だんだん選手たち埋まってくるんですよ、これね。ジュリア男子の試合になる頃には、リンクメイトに対する応援が厚かった。うん。よくね、あるんですよね。国体とかでもなんかあった気がしますね。ローカルな大会ならではの雰囲気で、ちょっと楽しかったです。衣装は、ローカルな大会でもえ、全日本並みにキラキラ、 うん。どの選手も素敵でした。えー、それを見ちゃうとね、やっぱり手抜きはできると改めて思いましたよ。私もお値段以上の仕事をしてますが、そこは負けられない戦いが、と、勝手に燃える私がいると。ね。ということです。衣装ね、そうですよね。うん。はい、あの、本当にね、衣装作りの方もなんですけども。で、こう、大会、本当ね、 あの、ローカルな大会であればあるほど、あの、選手がだんだん席に座っていって、あの、応援がめちゃくちゃ高い、うわーとかなんか鳴ってますよね。うん。あのー、これは確かにある。ででも今年ってか、まあ最近になってね、シンクロのによる、まあ、声援なんていうのも OK になりましたんで、多分、熱がすごい、やっぱ、あの、歓声の音がね、すごいことなってますよ、多分、おそらくね。うん。 はい。えー、マスミンさん、よろしくお願いします。カブ君お疲れ様です。ハニューがプロになってからと、カブ君の影響もあってか、最近の現役選手は女子選手に関心が強いです。えー、ドリームオンアイスが見れてないので、えー、それぞれの新プロについて詳しくわかんないんで、皆様のコメントが手織りです。うん。あの、フリースティッシュに関して、木下グループの選手が、ケイトリン・ウィーバーさんのフリースが多いですね。えー、島田真央ちゃん、串田イクラちゃん、柴山あゆみちゃん、吉田花ちゃん、うん。 全員、ケイトリンさんがどちらかのプロを担当です。鈴木アリコさんも活躍されてますね。うん。このケイトリン・ウィーバーさんのフリースケね、ちょっと僕はあまり詳しくないんですが、ということらしいですよね。えー、鈴木アリコさんも活躍されていて、えー、千葉萌音ちゃんのフリースケーティング、高木良ちゃん、山下真子ちゃんのショートなど、えー、それと嬉しいのは、以前に、えー、ホンダマリンちゃんのファディーズ、うん。 が好きな曲だとコメントをしましたが、エキシビションだと思っていましたが、新ショートのようですということらしいですよ。うん。え、ちょっとびっくりしたのが2つ。えー、河辺愛菜ちゃんの新フリースケーティングが、ボーレド。めっちゃびっくりしました。どんな感じえ、これ、ボレドっていうことは、これはあの、うのくんバージョンのボレドっていうのがあったりとか、あの、もちろんワリエワーとかコストナーバージョンのボーレドあるとかと思うんで、ど、どんな企画の感じなんでしょうかね。 うん。えーね、ねあのー、そう、びっくりですよね。ど,どんな感じなまだね、イメージがつかないですね。川辺さんのボレードが。うん。えー、披露したプログラムのシーンからはどんなのか楽しみです。もう一つ、松井梨乃ちゃあ、アディオス・のリーノなんだ。なるほど。フリーをアディオス・のリーノでした。ああってことは、あれですね、松池、えっと、なんだっけ、村上さんの、あれですね、かのこちゃんの、あの、ディアブロロトの次のシーズンじゃないですね。うん。アディオス・のリーノか。 なるほど、ってことらしいですよ。ああ、なるほど。これも楽しみですね。どんな感じなんだろう。うん。はい。ということですよ。うん。マリンちゃんのこのプログラム、ファディードはもしかまだちゃんと見てないですね。うん。いや、どんどん楽しみになってきたね。 うん。えー、キサラビニチュリオさんおはようございます。えー、3日朝の4時40分、翔馬くんのインスタストーリーを見ました。もう3時間くらい前のだから見た方もいるでしょうが。うん。あの、質問に答える形で翔馬くんの答えがいろいろ面白かったのがありましたよ。座右の名が田中サボタ持ち。うん。1コメってコメントした人に、どこにでもいるね。えー、靴作りの状況を問われ、3年目突入。あー、なるほど。 これはちょっと、あれですね。3年目として突入。えー、シュウマくんをして、マリン推しにもなったというコメディー。ありがとう。<laughs> なるほどですね。えー、サンマのまんまに、えー、マリンちゃんが出演するけど、ご存知ですかえー、存じ上げてますよ。楽しみです。うん、あ、そうなんですね。マリンちゃん。なるほど。ワンピースで好きなキャラは、トラファルガーロー。私も好きということで,ですね。うん。えっと、これも意外とね、うん。宇野くん、シュウマくん、どちらに、あ、面白いですね。 呼ばれたいかあ、予備していいでああ、なるほど。そういうことなんですね。なるほど。うん。予備していいかでということなんだ。なるほどですね。えー、質問一覧みたいな、正真、画面では、マリンちゃん関連があって、ま、またいつかっていうことですね。答えてくれるのかと。おー、これはちょっと面白いですね。シマック面白い。うん。え、面白い。本当に。ねま、え、ちょっと、いろいろこれ、なんか、全部面白いですね。1、2、3、4、5、6、7、8。 えー、シューマくん、面白い8つの、えっ、ー、と、コメント集でいいでしょうかね。うん。あ、もう1個あった。さっきの追加です。ザ・アイステ演じるプロの数、2プロ以上。うん。2プロ以上。なるほど。これはどういうことなんだ ?2 プロ以上。あ、なるほどですね。ってことは、結構あるという、数があるってことか。うん。ってことは、9つの宇の相馬ですね、今のところ。はい。9個のこのしょうまくんということで、はい。更新です。うん。いやー、ちょっと今日濃いですね。 うんはい、皆様おはようございます。ミラです。えー、昨日の日曜日の明日たまちゃんのビヨンドには、えー、地元の、うんえー、子供たちをご招待されたり、どうでしたかに皆様、あみんな素敵、あきれだったや、すごかった、目をかか輝かしたようですよ、えー、素敵、えー、将来すごい選手が出てきたら嬉しいですね。また ラスト、挨拶に、事務所の社長さんも見に来てくれたらしくて、サンクスツアー終了後は、まおちゃんは、もう滑れないかなと思ったらしいですが、社長さんが、まおちゃんならもっとまだまだ滑れるよ、と背中を押してくれたからこそ、今のビヨンドが生まれて、こんなに盛況な相性になり、全国をコンサートに見たいに回り、ああ、そういうことだったんですね。えー、ってことは、もしかしたらやめてしまうんじゃないかなっていうのもあったんでしょうかね。さ ファイナルだけでも15公演なんて普通に考えてものすごい体力、精神力ですよ。素晴らしいわ。うん。ラストの挨拶のラストは、まおちゃん関係あんまり泣いてしまったらしくて、見ていたお客さんも気持ちが伝わり泣いていたみたいですよ。うん。 なるほど。えー、なんかこれはちょっと、なるほどですね。えー、過去一すごい声援だったらしくて、また途中で怪我で、えー、回復してから、流のサンクスの、えー、仲間、エルニのファンもすごかったとか、本当に嬉しい、嬉しい。まわちゃんを初めて見た方々もたくさん駆けつけ、もうやはり無重力、無重力。あの雲の上を滑るスケーティングに驚かれたりとか、可愛いが溢れていたと思ったら、妖艶さや美しさにうっとり見惚れたり、あの白鳥の湖は、 オデットも本物の白鳥みたいに、黒鳥のオディールには、あの32回転、グランフェッテを、 目の前で見たら強かったや、観客アピールすごい。うん。新しいプログラムを加えられたら、ラストが本当にまた生まれ変わり良かった。とにかく見たら見に行った甲斐があり、本当に見て良かったが多く聞かれ嬉しいですね。グッズコーナーも大人気でネットで注文して会場受け取りがスムーズみたいですよ。えー、私も毎日キャンディー缶やステーショナルセットを購入したいから頑張ります。再入荷ありますよね。えー、ツイッターに買われた方々が写真がを開 透けていて可愛かったですよえー。皆様、アクニルスタンド、まおちゃんを置かれてビールやえー。お疲れ様。会をされていたり、終わってからもまおちゃんの余韻に浸って楽しまれていました。やっぱりスケートっていいですねえー。スケートはスケートーはスケートを滑る姿が一番輝いているか知ってだわ。うん、その通りですよね。また週末も楽しみです。中村修君合流できますようにということですね。中村君はちょっと調子が悪いんでしょうかね。あのね、だか休んでるっていう話あるんですけどもね。うんっいうことで、もうちょっと泣いてしまった。 ファンの方も泣いてしまったということで、うん、はい、えっ、ー、と、歓声も囲いしちゃったらしいですよね。うん。はい、おはりこさんも言ったです。えー、パリはオリンピックがあるのに大変ですね。うん。えー、時刻、あこれは後でのほがいいかな。 あでも今のはいいですかね。うん。えー、上空オリンピックを経験してみて思ったんですが、えー、見えなくていい黒いところまで見えてしまうのも不満の種かも。以前、うん、グランプリシリーズのフランス大会で、がテロで中止になっちゃったことを思い出しました。ああ、そうでしたね。確か。あの時ショートが1位だった翔馬くんは、えー、そのまま優勝ポイント。逆に4位だったかの子ちゃんは惜しかった。うん。ありましたね。あわ,わけわからず慌ててチケット取って帰国してましたね。うん。あ、てことはおはり さんん行かれたんですね。うん。半年ありましたよね。でも、フランスはちょっとテロとか、そういう多いな、ボードが多いなってちょっと思うんですよね。うん。この話は、そ太くんの話なんですけども、でも、羽生選手をリスペクトしてるっていう話、ちょっとこお話、これどうしようかな。これ羽生くん会ではいいかな。 でも今のはいいですよね。うんえー、ネイルさんからマザールリア様がお話しされていた山本聡太君の表情のプレイリスト、私も録画してみました、うん。自分のお気に入りのプログラムを厳選して紹介していく番組です。聡太君はこのリストに唯一、ハ、えー、生君の演技を2つ選んでいます。パリの散歩道とペラザの会心。聡太君の、えー、解説を少し書いてみました、えー。パリの散歩道。100回は見た大好きなプログラム。 直投を2回入れたステップから直ちに4回転だったりとか、それまで見たことがなかったバックアウトカウンターからの直投、えー、あっからのトリプルアクセルで珍しいステップを完璧にこなしているあのアクセルは難しい入り方なんで、未だに現役で入れる選手はいない。うーん、確かに。えー、リスクを恐れて入れな,入れないですけど、えー、それをショートから入れちゃうという本当に難しくて素晴らしいジャンプの入り方です。うん、本当ですよね。これは ソチあのカウンターからの,あのトリプルアクセルなんていうのは、これまでやった選手はいなかった。でも、伊藤みどりさんがやったっていう話聞いたんですけども、でもなかなかね、入れられませんよね。 うん。オプラザの怪人、中国杯などの悪視点ともあり、苦難と苦悩を乗り越えてのファイナル。これプログラムまで完成をさせたのは、さすが羽生選手だなと思った。僕もジュニアで参加したんで、間近で会場で見れて心が震えた。うん。音楽の編集と構成も好きで、これまで聴いてきたオプラザの怪人とは違った癖になるような編集だと感じた。四回転サルコーからトリップ、あ、 トルールックまでの畳みかけるような完璧な4回転を2つ組み込んでいる。この流れが大好きで何度もリピートしてみてた。うん。えー、そ君くんが2014年のファイナルの時のエピソードも話してくれました。やっと初めて一緒に海外の試合に出させていただいたのが2014年のファイナル。うん。憧れの選手を間近で見える機会でワクワクしていた。 えー、ショマ君と二人で会場で見ていたときに、羽生選手は公式練習の前だったので、前だったのに近、近くまで話に来てくれた。うん、えー。バンケットでも一緒にいられたり、一緒に写真を撮ってもらったりして、すごく思い出に残る試合でした。あなるほど。うん。タ君と宇野君に話しかけにくい映像も流れ、あ、話しかけに行く映像も流れましたし、羽生君に一緒に撮ってもらった写真も出てましたが、えー、この写真は、 ソーダくんのツイッターの固定通にしてますねえ。選手だからこそわかるえ、羽生くんの凄さが聞いてよかったですえ。そして本当に羽生くんに憧れて、リスペクトしているのがわかる話でした。うん。はい。ありがとうございます。ということなんですね。やっぱりジャンプの面だったり、それから話しかけてきてくれたりとか、いろんなその、ね、あの、優しさだったりっていうのを感じますね。うん。選手勇気もらえますよね、本当ね。はい。ということでございますよ。うん。 はい。アイスパッションさん、よろしくお願いします。日本のフィギュアスケートは強く、そ、え、う、ー、が厚いので、えー、男子はツートップで羽生宇のでしたが、えー、女子は早いサイクルで変わっていくとい見ていましたが、えー、坂本選手は長く上位につきそうですよ。うん。えー、制していられるのは今しかいないんだから、えー、日本男女ずっと強いわ。宇野選手は磨くというよりも、耕している最中ですね。うん。すでに輝いていますが、やばいわ。うん。た耕している。なるほど。 うんで、ね、あの坂本選手、確かにあのキレがありました。うん、あの表情もとかも変えて、やっぱモチベーションを維持するのが一番難しいと思うんですよね。あのやっぱねえー。ぴょんちゃんとぴょんちゃんは。 た後の、えっと、坂本選手も、えぇ、に、に、2シーズン目か、三シーズン目か。えっと、あ、二シーズン目か。二シーズン目に苦しんだ経験があったと思うんですよね。なので、あの、ま、2シーズン目、3シーズン目も含めてかな。確かね。うん。だから、やっぱ、モチベーションを維持するためにどうするかっていうところで気になってたんですが、ちょっと雰囲気を変えてきましたね。うん。なので、まあ、そんな感じでモチベーションの維持も含めて、いろいろこうやってんのかなっていう気もしますよね。うん。結構、だから、気合入ってるなっていう気がしますよ。うん。 えー、風呂敷からからさん、よろしくお願いします。こんにちは。えー、ドリームオーマイス坂本さんのプロは目の前で見ましたが、えー、坂本さん、島田さん、中江さんがすごく良かった。えー、他、あとの人はもう少しで経ってからではないとわかんないのもあります。意、え、味、ー、原さんはこの路線でないのも見たいなと欲張りに思いました。なるほど。 うん。えー、リンカちゃんはよくなりそう、あ、よくなりそうなプロ。曲は一番好き。うん。吉田さん、千葉さん、長女から大人になる時として、えー、どれだけ大人になるかわかんないんで、えー、コーチも悩むところですかね。 うん。さて、これからは試合モードです。チケット取れますように。うん。はい。なんかちょっとチケット育て線とかもあるかと思うんですがね。うん。で、リンカちゃんは、どう、あ、そうです。リンカ、リンカですリンカちゃんですね。リンカちゃんは良くないですな、プロと。うん。リンカちゃんなるほどですね。アバターですよね。うん。で、リオンちゃんに関しては、えっと、ね、アンシャントレースを継続ですよね。フリーはね。うん。 で、吉田さん、千葉さん。千葉さんも、ちょっと雰囲気が変わってくるんで、どういう感じなのかっていうところですね。で、三原さんは、なるほど。うん。ということらしいですね。はい。ありがとうございます。え、楽しみにしていきたいと思いますけどもね。うん。中井さんはどんなプロなんだろうっていうところで。うん。まだちょっとわかんないんですけどね。ちょっと見ていきたいと思いますね。動画があれば。うん。はい。というわけで、今日濃かった。すごい。うん。ありがとうございます。これからも。 えー、よろしくお願いいたします。